は金沢に来てます。ひどい、めっちゃ割れてます。ほらサントリー墓地自体が災害時に役に立つんじゃないかっていう企画案も。株式会社ノンタイトルの代表車谷瀬名、メディアでも活躍するスタートアップの若手経営者。シャントリーボディってちょうどいいと思ってて、セナの会社はシャントリーボディという業界初のアイテムを開発し、1日で数千個を売り上げるほど急成長中。今回は被災地へシャントリーボディをお届けする旅に密着。この流れに入れないですよ。この連携の中に入れ、お風呂とかも全然入れない。え、これ目処も立ってないんですよね。そう。果たしてこれは年商100億円を目指すスタートアップ経営者に密着したドキュメンタリーだ。あ、お疲れ様です。あ、兄さんお疲れ様です。すみません、お忙しい中ありがとうございます。いえ、大丈夫です。今ってリアルな感じどうなんですか？まだ結構復興進んだんですか？僕は能登町ってとこ出身なんですけど、はいはい、断水続いてるとこはまだ続いてて、はい、まだ断水、はい、そうなんです。町内によってなんか徐々に回復はしてるんだけど。令和6年1月1日石川県能登地方で起きた能登半島地震。マグニチュード 7.6 の爪痕が今も残る。なんかこれ温泉施設なんですけど、実は発生直後現地へ向かっていた瀬名。整理券配布終了とか言って本日分終了ってなってました。矢上沙羅さんと共に被災地へ訪れた記録を追う。被災地という非常な状況下で自分たちに何かできることはあるのだろうか。この日瀬名は早朝から動き出していた。現在1月6日で能登の方で地震があったじゃないですか。それでなんか、僕らも何かできるかなと思って今実は金沢に来てます。で、多分これ、ここだけ見ると叩かれる人もいると思うんですけど、今回実は令和の虎でお世話になった矢上沙羅さんがこっちの地元の議員さんとつながりがあって、私もずっとハイトーンなんですごい分かるんでしょ。もう普通の令和の虎撮影後も何かと気にかけてくださっていた矢上沙羅さんが今回瀬名に声をかけてくれた。こっちの地元の議員さんとつながりがあって災害復興支援隊っていうのに、僕らもシャントリーボディテレサとして一緒に荷物を運ばせていただくっていう機会をいただけたので、そこで提供させていただいて、で実際その僕らもこのシャントリーボディ自体がなんか災害時に役に立つんじゃないかっていう企画案もあったし、でプラス本当実際リアルな声として水がない、髪の毛洗えない、体洗えないとかっていう、そういった悩み。ユニセックスに愛され時代を先駆けるヘアケア&ボディケアブランドテレサです。企業リアリティショーノンタイトルから生まれたブランドテレサ、その看板商品であるシャントリボディはシャンプー、トリートメント、ボディーソープ、洗顔、4つの機能を兼ね備えており、さらに質も香りも良いという優れもの。一度に全身洗えて時短ができるので、限られた環境下でのバスタイムにお役に立てるのではないかと考えた。そういった悩みが現地であるっていうのを聞いて、あ、僕らのものもしかしたら役に立つんじゃないかなと思って、サラさんといろいろお話しさせてもらったら実際に役に立ちそうってことなので、商品をご提供させていただくのと、実際に僕らもなんか中継の基地ですかね、中継の基地をご一緒に作らせていただくっていうので、今回ご一緒させていただけることになりました。でなんかね、実際その個人で何もノウハウないのにただ気持ちだけで行ってきますとかだとやっぱ邪魔になると思ったので、僕最初
いや行くのどうかなと思ったんですけど、今回本当に当時 SNS は被災地行くなの投稿で溢れていた。一緒に行動させていただける、そう、ご一緒になんか行動させていただけるっていうことなので、本当なんていうの、なんか、まあ、インフルエンサーとしてとかそんなんじゃなく、もうただの人材、合ってますか、人材として。行くかどうか悩んだ末の決断だった。なんでもないです、シャンプルボディ皆さんに使っていただける、そう、ね、喜んで使っていただける、ね、めちゃくちゃいいと思うんですよね、本当に、うん、なんか寒いじゃないですか、こっちって、しかも、うん、だからなんかシャワーシーンとかも一気にバーってできた方が絶対いいと思うし、ぜひ、ね、喜んでいただけたら嬉しいです、うん、だからこのまま1時間2時間ぐらい被災地の近くまで行って、橋が上がっちゃった、近づくにつれ地震の爪痕が。おお。わ。ああ、それ工事してますよ。まあでも日本ってすごい、もうこんなすぐ。あ、でもめっちゃ割れてます、ほら。え、やば。ほら、あんな。ちゃくちゃだよ。地震による隆起、地割れで道路はガタガタ。全部瓦落ちちゃってる。やば、全部上がってますよ。車いっぱいに詰め込んできた支援物資をみんなで運び込む。なんか全部多分書いてあると思う。大きなトラックにもぎっしり物資を詰め込んできた。すいません、ちょっとこれ説明してください。このこれを説明したらいい。今回はこのちょっと緊急支援物資の輸送車ということで、行政と協力して。大丈夫ですか？大変。哺乳瓶が。大切な物資がこぼれ落ちるハプニング。割れ物ではなかったため、一安心。ということで続きをすみません。今回はちょっと災害復興支援隊ということで、あれも見てほしいんですけど、何台かちょっとトラックとかも協力して、今これとか、これは哺乳瓶ちょっと買ったんですけど、大量に哺乳瓶ちょっと必要ということと、今汚物が結構処理追いつかないということで、ずっと断水だからもう水が使えなくて、灯油をたくさん積んできたのと、あとリップクリームがなんか結構そう、やっぱ冬で今温度がもう本当零度とかになっちゃうから。この物資ってどうやって集めたんですか？これはちょっと私の周りの社長さんとかに声かけて送ってもらったものもあるし、もう私が普通に購入して倉庫に送ってここまで持ってきたのもあるし、うん、結構もう本当いろいろです。でもせっかく来たからもうパンパンに詰めようと思って、食料とすごいっすよ、ね、本当にもう水と、もうあ、ドクフード来た、あとドクフード、私ちょっと犬、私犬とか猫とか飼ってるから、これ猫だね。災害にあったのは人間だけじゃない。いろんなことを考慮して物資を集め運んできた。そして瀬名も気にかけていた安易に被災地へ行くなの声について。そう、今回はその今まだ一般の車両をあんまり受け入れてないみたいなことあると思うんですけど、なのでちょっと町の、私がちょっと町会議員さんとかとコネがあるので、ちょっと今回
この緊急車両のちょっと資格をもらって、その人たちと一緒に乗って物資を積んでもらってここまで来ました。瀬名くんが協力してくれてるので、ありがとうございます。ありがとうございます。しかしあと生理用品、ペットのフード、ペットのフードも買ってきました。ペットの何？犬、餌、餌、ペット、あの犬とか猫の動いてないの、収容してない、多分家に置いてあるんじゃないか、繋いだまま。あ、そうなんだ。避難所へ連れてきてない、みんな。避難所にはペットが同行できないため不要と言われてしまう。僕の方にゃ、ね、それ聞いた。俺この前行ったらもうペットのやつ持ってきてくれって。あ、それどこ、どこです？親父ってこと。あ、親父ってこと。親父食堂。地元で知られた食堂で、以前ペット用品を求める声があったため持ってきたものだった。それ地名わかる？電波ね。電波がないですよね。電波がないのよ。さっきまであったっすよね。私も電波あります。多分近いで。親父職、親父っていう。ありがとうございます。いろいろとハプニングはありつつも、無事物資のお渡しができ、ペット用品もこの後親父食堂へお届けすることができた。隆起してます、ね、やばいですね。さっき、カレーいただいたじゃないですか、なんかあったかかったですよね。あったかかった。なんか中の施設の方がカレーを食べてくださいと。あ、いい匂い。あと、でも一つの容器で一緒に食べます。そんなにお腹空いてない。お気持ちを大切にしたくて丁寧なお断りをするサラさん。あ、本当ですか？ヤガイモ作ってる。でも、支援しに来て物資を食べるっていう。いや、物資じゃない。それはここで作った野菜でやってる。ありがとうございます。まあ、電気も。このような感じで、お姉さんたちがご飯を。美味しそう。これお姉さん。一口と言われたけど、 ありがとうございます、はい、嬉しい。お漬物ここにある、ね、お漬物、はい、瀬名くん漬物まで。うわ、嬉しいですね。東京のお姉さん綺麗やな。やっぱ本当ですか？綺麗やな。綺麗ですよ、お姉さん。嬉しい、嬉しいね。ね、あ、みんなこんな可愛い帽子かぶって。そう、寒いって聞いたのでちょっと暖かくしてきました。ようこそこんなところまで。ぜひ涙出るわ。いや、もう私たちめちゃくちゃ心配してましたよ。東京もみんな心配してて、ここはまだ軽い方なんで、だんだん広くなって。そうですよね。じゃあお姉さんが作ってくれたカレーをいただきます。なんかこのジャガイモはお姉さんが作ってくれた。大変な状況にもかかわらず、あれやこれやと出してくださる皆様。あったかい感じ。すごい染みますね。なんか涙が出ちゃうとかって、ね、食べるだけで喜んでくれ、ね、喜んでもらって、逆にこっちが泣きそうだった。そうね。次が結構ひどいんですか？はい、はい、まだ福祉が行ってないらしいんですよ。道中何台もの救急車に遭遇。危険の最中にいることを改めて思い知りつつ、目的地へと進む。うわ、これやばいですね。うわ、車まで埋まっちゃってバスに全部。これ怖い。折れてないのが奇跡なぐらいです。こちらにも物資をお届けし、また
次の目的地へ。なんかこっちの方まで来てないんですよね。そう、支援の手は伸びてないということでここまで。だからなんかやっぱツイッターとかネット情報と全然乖離してるなと思っちゃいますね。道路のこととかもあったりするんだろうけど。うわ、ひどい。なんかやっぱり私たちみたいに今回みたいにこうプロが帯同してくれないとちょっと難しいところはあるかも。今回こう現地 の, そのプロの人もずっと付きっきりでこうこっちの避難所、こっちの避難所、今度はこっちの避難所っていう風に避難所との連携が取れているからこそこう場所を回れてるけど、完全に素人できちゃうと確かに、ね、女性目線でもいいっしょ。シャントリーボディの、うん、女性的にめっちゃ押せるポイント教えてよ、うん。でもねやっぱ時短じゃない。なんかそもそも朝シャン派なんだけど、うち、うん、うち最近マジね20分で上がれるんだよね。シャン、あのあれまで朝さシャワー入るじゃん、うん、乾かすまでがめっちゃ時間かかるの、うん、大体1時間ぐらいかかるから、うん、でもシャントリーボディ使ったら朝もうシャンプーからバーって一気に洗えて1回でさ流せるじゃん、うん、シャンプーから一気にいけるのめっちゃ楽だよね。朝マジで9時に起きてもうちここ間に合うもん、10時出社それはすごい。9時に起きてそれはすごいわ。うち9時半何もわからない。確かにか避難所がどっかわかんない、わかんないし、うん、それはあるかも。今次のね避難所に向かっていて、そこが今この辺りで一番被害が凄まじくてまだ物資が届いてないって言われてるところなので、とりあえずそこで全部下ろしましょう。そうですね、持ってきたもの一旦失っちゃいますね。160人、170人、150人ぐらい。にぎやかな避難所の空気、物資を運び入れる際の交流がまた明るい雰囲気を作り出しているのかもしれない。もう連携してる、早い。手慣れた連携作業でどんどん物資が運び込まれていく。ペットボトル重たいぞ、嬉しいけど。この流れに入れないですよ。この連携の流れに入れない。セナ出遅れてしまう。もうあこういうの入れる。やっと輪に入れていただけました。大量に運び込まれた物資、その奥には避難されている皆様の寝室となっている広間が。お家に帰りたくても帰ることができない日々。この避難所には数少ない女子高生にお話を伺うことができた。一人だけなんですか。一人ではないと思うんですけど、本当に少ない少ない、はい、超寂しいですよね。そうですね。でお風呂とかも全然入れない。入れてない。一番今したいことで髪の毛がさ長い女の子だから、うん、めちゃめちゃかわいそう。これ目処も立ってないんですよね。そうなんです。お風呂に入れない状態、これではシャントリボディも喜ばれないかもしれない。避難所の方にシャントリーボディについて聞いてみた。あ、行って、まあ、仮設住宅ができればまだ別なんですけど、まあ別ですけどね。それまで避難所の間はちょっとなかなか難しいかなっていう。あ、そうなんですね。一応シャンプー欲しかったですって言われて今置いたんですけど、でもまだ使える見込みは立たないってことですよね。次回。どういうこと？停電してますよね。あ、これってやっぱ電気がボランティアも足りてないし。なるほど。実際に苦しんでる人の声は違うんじゃないかなって僕は思いました。ご報告
この度テレサから待望の新商品が発売されます。超高機能トリートメントです。今回のトリートメントのコンセプトは、一度使えばその良さが分かる、一度使えば感動する、これをコンセプトに作らせていただきました。より多くの方に使っていただきたいと思います。そしてトリートメントに関しても定期便があって、もともとサントリーボディにも定期便があるんですけれども、定期便3回目になんとシークレットのノベルティが付属します。正直このノベルティはめちゃめちゃクオリティ高いです。僕らテレサメンバーがみんな欲しかったものを作らせていただきました。なので定期便ご契約いただいている方は継続して3回目までは待っていただきたいです。それではお楽しみに。